こんにちは。前回まで自分自身がお役立ち道を歩んでいく過程でダブルループ学習を意識して成長していきましょうとお伝えしました。そのために行動を支配する価値観、つまり行動理論を可視化し、うまくいく行動の再現度を高め、つまずきやすい行動を変えていく方法をお伝えしました。今回は一旦行動理論から離れて競争のパートナーの実践についてご紹介します。お役立ち道における競争のパートナーとは、より良い社会を実現するためにお互いの強みで化学反応を起こして新しい価値を創造する仲間のことです。1対1の関係もあれば複数人での関係もあります。そのためにはそれぞれがお役立ちイメージを描くのと同時に、仲間のお役立ちイメージも共有し共感していることが求められます。そして志の方向性が同じだということも重要です。さらにそれぞれの強みを生かし合いながら共同で新しい価値づくりにチャレンジすることも大切です。では新しい価値を競争するにはどうすればよいでしょうか。ポイントを2つご紹介します。ウィンウィンという考え方は聞いたことがあると思います。お互いのメリットになるようにしましょうという考え方です。お役立ち道の競争のパートナーはウィンウィンウィンの考え方で取り組みます。つまりお互いのメリットになるように取り組むだけでなく、社会に対してもより良くしていこうという考え方です。もちろん目指す仲間が増えてもその構造は変わりません。そして向かい合わせの関係ではなく、同じ方向を見て共に考え歩む関係だということです。お互いの存在や志を尊重し、信頼関係を作ることも心がけましょう。そして創発のコミュニケーションはまずイエス、いいねと言って肯定的に受け止めましょう。ここまではできる人はたくさんいます。次に続く言葉がついバッドでもねとなっていないでしょうか。良かれと思って相手のアイデアの足りないところを指摘しようとした結果、相手は否定されたと思ってもうアイデアなんて出したくないと思うかもしれません。またいいねと受けた後は他にはねと相手のアイデアを否定せずに自分のアイデアを披露するパターンも考えられます。これを聞いた相手はまたいいねで受けますが、それぞれのアイデアを披露し合って終わる場合が多くあります。そうなるとどっちのアイデアもいいからそれぞれで実現しよう、応援するよとなってアイデアの広がりが出てこないこともあります。そこでいいねと受けた後アンドさらにねと続けて、相手のアイデアから触発されて出てきたアイデアを伝えます。相手もさらにアイデアを上乗せします。このように一つのアイデアをお互いの発想の違いや専門知識やスキルの観点で上乗せし合うことで、思いもよらない価値あるものが生まれる可能性もあるのです。またお互いを尊重し多様な考え方を楽しむこともでき、信頼関係も深まってくるのです。ぜひイエス&の創発を楽しんでみてください。競争は3つのプロセスがあります。1つ目は目指す方向の競争です。2つ目はアイデアの競争です。3つ目は実現策の競争です。ウィンウィンウィンのスタンスとイエス&のコミュニケーションを心がけてください。お役立ちビジョンを描いたものの、どうやって実現しようかと躊躇している方もいらっしゃると思います。そんな時は仲間と共に
思いやアイデアを共有することから始めてみましょう。お役立ちイメージ作成ガイドもぜひご覧ください。らしさでつながり、みんなで役立つ。